この度は早稲田大学大学院社会科学研究科へのご入学おめでとうございます本動画は2020年4月2日に実施予定であった新入生オリエンテーションのうちカリキュラム及び科目登録の方法を中心に本研究科での学習についてご説明する動画ですなお本動画は2020年度研究科要項並びに ウェブ科目登録利用手順に基づいて進行します。ご視聴される前に必ずお手元にご用意ください。上記の資料に加え、動画中に言及するすべての資料は社会科学研究科ホームページにてダウンロードが可能となっております。では早速、社会科学研究科で皆様が履修する科目の区分についてご説明します。まず、修士課程の皆様について、 修士課程では、修士論文、研究指導、こちらは出願の際に選択していただいたものを受講します。こちらの変更は原則できないこととなっております。次に演習です。演習は研究指導と同盟のものを1、2年ともに必修で受講していただきます。加えて講義科目、こちらは社会科学、研究科設置科目、多機関、高所科,科目に分類されます。加えて必修講義科目、こちらは研究倫理概論、 オンンデマンド科目の科目目のが自動登録されます次に、博士後期課程です。博士後期課程では、博士学位申請論文に加え、研究指導、出願の際にこちらも選択されたものを受講していただきます。こちらも変更はできません。プラスして、研究倫理概論、こちらを受講していただきます。両課程に自動登録される研究倫理概論については、後ほど詳細にご,つえご説明させていただきます。 次に各家庭の修了要件についてご説明します。修士課程の修了要件は、丸一、修士課程に2年以上在学すること、丸二、授業科目について32単位以上を習得すること、丸三、修士論文の審査及び最終試験に合格すること、丸四、所定の学費を納めていること、こちらの4点となっております。 博士後期課程の修了要件は1から3の3点となっております。まず、丸1、博士後期課程に3年以上在学すること。丸2、博士学位申請論文の審査及び最終試験に合格すること。丸3、所定の学費を納めていることとなります。近年では3年から3年半で学位を取得する方も増えております。続いて、科目登録のご説明に移ります。 科目登録についてはカリキュラム編と実際の手続き編に分けてご説明します。カリキュラム編では社会科学研究科のカリキュラム上、履修が可能な科目と取得した単位の扱いについてご説明します。社会科学研究科に在籍する学生が履修することのできる科目は1から5の5つとなります。1つ目は社会科学研究科設置科目。 2つ目が大学院共通設置科目、3つ目が大学院生開放科目、日本語科目、4つ目が多研究科提供科目、5つ目が社会科学部設置科目となります。まず、社会科学研究科設置科目についてご説明します。社会科学研究科に設置されている科目のうち、研究指導及び研究演習については、すでに 皆様に自動登録されております。それ以外の講義科目については、web 科目登録画面から申請します。開講科目の一覧は研究科要項をご確認ください。なお、履修科目については、指導教員と研究計画についてご相談の上、決定していただくことが必要となります。そのため、web 登録前までに科目登録報告用紙を指導教員に提出してください。 履修を希望する科目には、科目登録前でも出席が可能となっております。加えて、社会科学研究科に在籍する学生は、研究倫理概論の履修が必須となります。各課程によって取り扱いが異なりますので、ご注意ください。まず、修士課程の学生についてご説明します。研究倫理概論は、全員に自動登録されております。修士課程入学者は、必修講義科目、 研究倫理概論2単位が必修となっており、入学後最初の学期に履修し合格する必要があります。最初の楽器で不合格となった場合は合格するまで自動登録されます。こちらは終了までに合格する必要がございます。研究倫理概論の成績は合格、不合格に関わらず GPA に反映されますのでご注意ください。次に博士後期課程についてご説明します。こちらは2015年度以降入学者の方に 全員自動登録されております研究倫理概論の合格が博士論文提出の必須要件となりますので合格するまで自動で研究倫理概論が登録され続けます本研究科修士課程にてすでに合格している場合または他大学他研究科で類似のプログラム等を修了している場合は研究倫理概論の登録を取り消しますので春学期開始前に事務所に必ず届けててください 各学期の研究倫理概論、初回の前に事務所からリマインドのメールを送信いたしますので、そちらをご確認してから、ですね、研究倫理概論の受講を行ってください。次に大学院共通設置科目、大学院生解放科目、日本語科目のご説明をいたします。まず、大学院共通設置科目についてです。 こちらは本学の大学院研究科に所属する全学生に対し学生の関心が高いと考えられる科目や履修してほしい特色のある科目を大学院共通設置科目としてグローバルエディケーションセンターまたは他研究科が提供しています大学院共通設置科目の履修により修得した単位は多機関多科書で修得した単位で合わせて 16単位を限度として修了必要要件単位として認定されます大学院共通設置科目の一覧は社会科学研究科のホームページでご確認ください次に大学院生開放科目日本語科目ですこちらは学部生を対象とした全学オープン科目のうち大学院生に開放されている科目でグローバルエデュケーションセンターと日本語教育センターが提供していますこれらの科目は自由科目修了 非参入科目として履修することとなりますので習得した単位は修了必要要件単位には充当されません次に他研究科提供科目です他研究科提供科目とは各大学院研究科が他研究科所属学生の聴講を許可している科目を履修する制度です他研究科での聴講が許可される科目は次の要件を満たす科目となっております 1, 1科目設置箇所で多研究科生の兆候を認めている科目であること2当該年度に開講されている科目であること3大学院社会科学研究科に同名同内容の科目が設置されていないことこれらの科目を履修して習得した単位は多期間他箇所で習得した単位と合わせて16単位を限度として終了必要単位として認定されます。他研究科設置科目一覧は グローバルエディケーションセンターのホームページにてご確認ください最後に社会科学部設置科目についてご説明します社会科学設置科目の登録当研究科修士課程に在籍する学生は研究所有益と指導教員が認める場合に限り社会科学部設置科目を履修することができます履修したい科目をご自身でウェブから登録してください なお登録期間までに学部制ですでに定員がいっぱいとなっている科目については履修できませんのでご注意くださいまたウェブ登録前までに科目登録報告用紙を指導教員に提出してくださいこちらの習得単位の取り扱いについて2015年度以降入学者の方については自由科目として履修することとなるため習得した単位は修了必要単位に含まれません次に 社会科学研究科で習得した単位の取り扱いについてご説明を行います。社会科学部修士課程の学生は32単位の取得が終了要件となっておりますが、そのうち16単位については社会科学研究科設置の講義科目以外から取得が可能となっております。まず、A、入学前に科目等履修生として社会科学研究科で取得した単位。B、 入学前に本学社会科学部にて先取り履修で習得した単位。C、入学前に多機関・多研究科で取得した単位。D、本研究科在学中に多機関・留学等で取得した単位。E、F、こちらは在学中に多研究科提供科目、大学院共通設置科目で取得した単位。 G、こちらは在学中に大学院生解放科目で習得した単位。こちらのすべての単位を合計して、16単位までが卒業まで参入可能となっております。なお、G の大学院生解放科目については、終了単位には参入されませんので、ご注意ください。A から C まで、ご入学前に取得した単位を社会科学研究科の卒業要件単位に 参入する場合は別途社会科学研究科ホームページをご確認の上事務所にてお手続きください続きまして実際のウェブ科目登録手続きについてご説明しますここからはウェブ科目登録利用手順の資料に沿ってご説明いたします科目登録手続きは4ステップございますまずステップ1 ID の取得ステップ2、成績紹介、科目登録専用ログイン画面からログインステップ3、登録科目の選択、申請、申請内容の確認ステップ4、登録結果の確認ただし、ステップ1は新入生のみ必要なお手続きとなりますのでご注意ください。まず、ステップ1、早稲田 ID の取得についてご説明いたします。 まず、Web 入学手続きシステム、初期早稲田 ID 確認の画面より、初期早稲田 ID、初期パスワード、利用開始年月日を確認してください。利用開始年月日以降に、マイ早稲田に、初期早稲田 ID、初期パスワードでログインし、早稲田メールアドレスの取得後、パスワード変更及び早稲田 ID の取得をしてください。 次にステップに、成績紹介、科目登録専用ログイン画面からのログインについてご説明いたします。こちらの URL にアクセスし、成績紹介、科目登録専用のタブを選択いたします。こちらは専用メニューとして、マイワセダログイン画面の左下にご用意しております。科目登録期間中はこちらのメニューを利用してください。 次にこちらのログイン画面に進みますので早稲田 ID、パスワードを入力してログインボタンをクリックしてくださいログインしますとこちらの画面が表示されます科目登録を実施する場合は科目登録のリンクをクリックしてください次にステップ3 登録科目の選択・申請・申請内容の確認についてご説明いたします先ほどの科目登録のリンクをクリックしていただくとこのような画面が表示されますこちらから登録科目の検索・登録・取り消し等を行っていきます まず、登録希望科目を検索いたします。左上の学部の選択を選択し、社会科学研究科を選択し、確定ボタンを押します。次に、科目群の中から登録を希望する科目の科目群を選択します。より詳細に検索をしたい場合は、検索条件を1項目以上入力して、科目検索ボタンを押します。 希望の科目が見つからない場合は検索条件を再度確認し検索条件を例えば楽器のみにするなど極力減らして検索してください。表示とされた科目から科目を選択するには検索結果から科目名の左側にある選択チェックボックスにチェックを入れます。複数の科目を同時に選択することができます。選択チェックボックスに チェックが入っている状態で検索を終了して一覧へ戻るをクリックするか次の科目を検索します。なお選択した科目は登録科目一覧で選択中と表示されます。選択が終了しましたら一覧画面に戻り選択した科目の状態が選択中となっていることを確認します。 選択中の科目は、科目申請ボタンを押して申請を確定する必要がございます。科目検索を繰り返して、複数の科目を同時にけん、えー、申請することもできます。選択中の科目が一覧にある場合は、選択中の科目があります。科目申請ボタンで科目を申請してくださいというメッセージが表示されますので、忘れずにこちらを申請してください。 申請の確認。こちらの OK ボタンをクリックすると、申請時登録チェックが行われ、科目履修の可否が判定されます。エラーがない場合は、状態が選択中から申請中に変わります。エラーが発生した場合は、エラーメッセージが表示されますので、エラーの原因となった科目を取り消して問題を解消し、改めて科目申請ボタンを押してください。 最後にステップ4、登録結果の確認についてご説明いたします。科目登録の登録結果については、登録結果確認メールをこちらから送信いたします。また、マイ早稲田の成績紹介科目登録専用画面からも確認ができます。登録した科目の取り消し、変更、追加は一切認めておりませんので、十分に注意をして登録を行ってください。 授業教室についてもこの画面で確認ができますので、こちらをご確認の上、授業教室に向かうようにお願いいたします。最後に、大学院科目登録スケジュールを説明させていただきます。先ほどご説明させていただきました、大学院共通設置科目、大学院生開放科目、日本語教育センター科目については、一次登録期間から3次登録期間まで、 3回の機会が設けられております。まず、1次登録期間は3月28日土曜日の9時から4月1日水曜日17時まで。2次登録期間は4月6日月曜日9時から4月7日火曜日17時まで。3次登録期間は4月の10日金曜日9時から4月11日土曜日の17時までとなっております。 それぞれの結果発表は、1次登録期間が4月4日土曜日8時、2次登録期間が4月10日8時、3次登録期間が4月15日水曜日の8時となっております。社会科学研究科設置科目と多研究科提供科目については、4月の10日金曜日9時から4月11日土曜日の 17時のみとなっておりますこちらの結果発表も4月15日の水曜日8時からとなっております大学院共通設置科目大学院生開放科目の登録は社会科学研究科設置科目の登録よりも早いのでご注意ください次に社会科学研究科で取得できる資格についてご説明いたします社会科学研究科では 教員免許状の取得が可能となっております。それぞれ所属する専攻によって取得可能な免許状の科目が異なりますのでご注意ください。地球社会論専攻に所属している学生は中学校教諭専修免許状社会、高等学校教諭専修免許状地理歴史、公民。政策科学論専攻に所属している学生は中学校教諭専修免許状社会、高等学校教諭 専修免許状、公民、商業をそれぞれ取得可能となっております。年度によって教職用教科に使える科目が異なりますので、免許状取得希望者は必ず春学期の科目登録前に事務所に来所の上、詳細をご確認ください。次に、修士論文、博士論文についてご説明をさせていただきます。修士論文、博士論文のそれぞれのスケジュール、 および手続き方法については、研究科要項を参照ください。また、手続きの詳細についてご不明な点がある場合は、事務所までお問い合わせください。社会科学研究科事務所は、月曜日から土曜日、9時から17時まで開出しております。日曜、祝日は、 閉室となっておりますのでご注意ください4月以降の研究科歴については研究科要項の表紙の裏についておりますのでそちらの方をご確認くださいそれ以外に必要な情報の周知につきましては巡洋音号館1階及び3階の掲示板社会科学研究科ホームページに掲載されておりますのでそちらもご確認ください 本学学に在籍すす。る学生は、図書館の利用が可能となっております一番大きな中央図書館以外にも以下の多くの図書館がご利用可能となっておりますのでそれぞれの場所、時間については研究科予行をご確認ください社会科学部社会科学研究科にて発行している論文集についてはソシオサイエンス 社学研論集、こちらの2つがございます。こちらの投稿規定や内容については、社会科学総合学術院事務所総務係までご確認ください。また、本研究科在籍の学生が利用可能な施設について、学部共通端末室、陰性読書室、陰性ロッカールーム、陰性コンピュータールーム、自習室がございます。 こちらの開出時間等についても研究科予行をご確認ください。本研究科に在籍する学生がご利用可能な奨学金情報は14号館3階掲示板にて適宜掲出いたします。応募希望者は各自で確認し応募するようにしてください。最後に外国人留学生の方へ、在留カードのコピーを事務所へ提出していない方は 必ず事務所へ届け出てください在留カードは更新のたびに事務所への届け出が必要となっております <noise> ご視聴いただきましてありがとうございましたこの動画の内容にご不明な点等ございましたらすぐに以下までお問い合わせください